ちょっと待って、ね、待ってね、待ってね、落とさない。そう、こっちから、こっちから。はい。あ、OK、ありがとう。はい。はい、で、そしたら逆側も。なんでわかんないですか？昨日の質問でしょ、この答え。はい、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 で、はい、皆さんこんにちは、吉村農園の吉村です。はい、今日も始まりました吉村農園の農業日記ということで、今日もですねご視聴いただきまして誠にありがとうございます。で、今日のですね、益子町の気温ですね、ちょっとご説明させていただきます。今日ね、外気温益子町15度ぐらいになってるんですけど、ハウス内の気温はですね非常に暖かくて今32度ぐらいになってます。時間としてね12時半ちょっと過ぎたぐらいなんで、非常にハウスの中は暖かいです。一応ですね、今日の作業なんですが、昨日に引き続き芽かき、葉かき、ランダ取り、まあ、やりまして、あとはですね、お店の準備作業なんかも行ってます。まあ、こんな感じで見ていただくとだいぶね仕上がってきたかなってところになります。で、一応今日の動画の内容なんですが、先週の金曜日にですね、農家の矛盾ですね、農作物の不思議ってことで社長がお話ししたんですが、まあ、視聴者さんからいろいろね熱いコメントとかいただきまして、まあ、その続きのお話を今日はしていきますので、ぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、ではですね、早速なんですが、社長の方にですね、農産物の不思議ということで、先週の金曜日にね、動画を上げた時に、視聴者さんからだいぶ反響がありまして、この続きっていうのをね、またね、いろいろと詳しくってことなんで、ちょっとお話をしていきますんで、よろしくお願いします。はい、はい、こんにちは。最終的にはここにたどり着くってことなんですよね。農業にしろ、工業にしろ、漁業にしろ、林業にしろ。名前は違うかもしれないんですけど、個人でやってて、売る場所とかそういうののところにたどり着くまでには、矛盾だらけ。矛盾だらけっていうことは、生活するのが大変になってくるってことですね。それで私も考えてたのは、いつも考えてたやつの、大雑把、一度に全部喋っちゃったとしても、何言ってんだか分かんなくなっちゃいますから、まあ、このようなパターンにしました。A、B、C の教育、矛盾の仕組みと、まあ、現在ってことですね。これは価格のところってところでいいですかね。そうですね。わかりました。価格って言っても、ただ、値段をつけて売れとか、肥やしとか何かを計算して売れとかっていう問題の他のところからこれ説明していかないと、この不思議っていうところには行かないんです。はい。それの流れ、私なりの個人的な感想で申し訳ないんですけどね。まあ、私は40年ぐらい前にちょうどね、農業高校の方へ行って一応農業を志してたんですよ。それで稲作とか、いちご、果樹、一通り畜産もやりました。その時、うちの方ではタバコなんか作ってましたね。あと、繁殖豚っていう豚、養豚なんかもやったり、ぶどうを作ったり、父親はいろいろね、多角経営が好きだったんで、いろいろやってました。それで私も農業を志していったんですけど、農業高校行ってね、ここのところは全然ね、不思議っていうとこまではね、私はね、教えてもらわなかった。その不思議ってね、価格のところってことですね。そうなんです。価格のところは教育でね、全然教えてもらわなかった。作り方だけ。で、農業の研修、その他、私もいろいろなとこ行ったんですけど、売ることは売ったり、お金に換えることはね、ゼロ。作り方、こういう肥やしをして、こういう風な栽培をして、こういう風にしたらイチゴがたくさんなる。うん。私の頃にちょうど、高校行ってた頃は稲作がちょうど、60キロで2万3000円から4000円してたんです。だから米作り中心だった。米をこうやってやると10俵取れるとか8俵取れるとかっていう、その、作って、生産していっぱい作ればそれなりのまあ、計算上はね。計算上はそうなるんですよ。そういう風な教育ばかりして、ただ作れ作れ作れ、作ることだけを
東土父親にしろ、学校の教員にしろ、普及所なんかにも言っても、こういう風にすれば、こういう風にイチゴは作れますっていう。そうです、この教育。教育で全て作ることだけしか教えてないのよ。まあ確かにそうですね。私なんかもこれは思うんですけど、そうですね。学校で教わったのは、そうですね。お金を稼ぐということよりも、なんかそういう作ること。そう。あと恋愛なんかも教えてもらわなかったですね。まあ、まあそれはちょっと離れちゃうんでね、うん、やめましたけど。まあ、教育っていうより学校みたいなところへ真面目に行くとかって言っても、農業高校にしろ、工業高校にしろって言っても、お金のことはすべて教えてもらってない。だから、もう先輩方が気づいてきた道に乗っかるほかないの。そこが今の縮図なのよ。よく考えてみてください。農業なんかにはね、農業はそれがね、なんで農業はそういうなのがね、矛盾だらけになってきちゃったかって、ことは、そういう風なやつばかりしか先輩方の道を辿ろうかなかったの。それは個人企業だから。個人でメーカー的にやってるんですけど、メーカーであり上に作ることだけ、99.99% 作ることだけしか教えてもらえないの。で、先輩のやってたところへ、まあ、新規収納って一緒に入るの。そうすると、先輩と同じように何にも考えないで、ただ黙々と作って、それだけ。だからその後のことは全然、おさらないの。おさるっていうか教育になってないのよ。まあ、農業っていうやつでよく、書店さん行くと思います、皆さん。で、本を見る。そうすると、作り方の本はたくさんあるの。肥やしはこういう風にやった、液肥はこういう風にやった方が、これ、こういう葉っぱの時は窒素が足らないと。そういう教材はたくさん山ほどある。でも、その、できたものを市場に出して、お客さんに満足してもらって、これは私の品物です。で、こういう生い立ちで作ってます。で、今年は天候が悪かったんで、こういう風なことになってますなってこと。全然、ないから値段なんてつけられないのよ。値段をつけるっていうか、つけたことがない。つけられない。まあ、両方同じかもしれないんですけど、すべての農産物の価格はね、昔の先輩がつけたとこへ乗っかってて、生産して、それなりに、その矛盾のところへ乗っかってって、進むっていうのが。だから、ここを少しでも変えていかないと、農業を志してって、ああ、農業っていうのは面白いんだけど、大変だ。大変なのはもちろんなんですよ。企業なんだから、1から10までやって、消費者に届いて、消費者が反応し、市場に出して反応してもらって、値段が決まる。それともなければ、原価計算をして、私の品物はこのくらいの値段をつけて、市場で皆さんと競争しても勝てるっていう。まあ、ブランドですね。洋服なんかは適面かもしれない。ユニクロとか、G なんとかっていうのは価格も違うし。もっと、マシコあたりにやるやつは、値段が安い服も。同じ服で、ちょっとここにプリントしてやるのがあるぐらいで値段が全然違う。農産物はそういうこともできない。してる人はほんの一握り。それはやっぱりここだな。ここの時に少し若いうちからここで、ちょっと矛盾をいっぱい、答えはないのよ。これは自由だから。自由である以上は、ここのところに若いうちからね、頭の中で入れとかないと、市場で勝てない。これはね、ここをまずは変えたいっていうのは、いつも思うんですけど、私は力がないから、そんなことは絶対できないと思う。でも、今はほら、こういうメディアっていうか、こういう見てもらう人がいるから、
これは大きな考えがある人が、いい考えがある人がたくさんあると思う。うん。答えなんてないよ。んで、やり方もいろいろ。企業もいろいろだと思うよ。ピラミッド型の頂点に立ってるトヨタとか日産とかホンダにしろ。裾野でいろいろあるんですけど、その三角はね、とーど、崩れないでやってるっちのは、みんなそれなりに儲かってんのよ。それ農業は違うんだもん。たくさん作れば暴落しちゃうとかって。その三角がうまく回ってない。それの一つにはこれだな。ここの時に、まあ、早いなし、まあ、高校ぐらいから農業を志す人は農業学校に行く。これは普通です。私なんかもそうです。でも、価格を決めるとか、この農産物はこういう風にして市場に出るとかっていう、その、お金。本当のビジネス。ビジネスっていうのは、1から10までやって初めてビジネスです。じゃなかったら、ただの農業。まあ、話は尽きないんですけど、まあ、そういうとこですね。だから、私の言いたいのは、根本的に考え方を変えてもらいたい。それも若いうちからね。答えはない。でも、その答えに矛盾に、みんなして少しずつでも考えていけば、いい考えの人がいたら先にやって。先にやると、それを真似する人が出るから。そうすればそれでいいのよ。真似していって、だん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 大きくなっていくの。そうするとその人がモデルになるから、まずは真似すること。いい人を真似する。だから見本になる人がどんどん出てくればいいのよ。だから、一人で頑張ってたり、こういうのに呼びかけたり。なんか私なんかにもいいアイデアがあったら教えて。私もその人に真似する。大事には真似するっていうのが一番だからね。以上でーす。はい。ではですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、農作物の不思議ということでですね、A、B、C の A の教育のところのね、お話をね、社長の方から聞いてきました。まあ私個人的に思うことなんですけど、この教育ってところね、義務教育僕も一応ですね、まあ小中高ってね、行ってこう学んできたことは、やっぱりですね、一番こう大人になって大事なこのお金儲けとこの恋愛ってところかな。これはね、学ばないでね、そのままこう大人になってから、この二つ、お金儲けと恋愛、本当にこれね、もっと義務教育のところで教えてくれよってね、思ったのは何度も大人になってから思った経験がありますね。やっぱりですね、この大人になってから必要なことっていうのはね、その二つなんじゃないかなって個人的に思ってまして。で、明日はですね、この B のところの、仕組みの矛盾ですね。価格が決まるところの仕組みの矛盾ってところをまた社長の方からいろいろお話聞いてきますんで、ぜひぜひまたご覧ください。ではまた社長の方お会いしましょう。ではまた明日。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、この、一言の前に、長い時間ちょっとね農業の矛盾っていうのを話したから、一言はほんの一言で、済ませたいと思います。うちのせがれなんかも4インチクラブっちので、この間恋愛の集めて恋愛のコンサルタントを呼んで、勉強会開いたみたいな、いいなぁと思いね、そういう勉強会なんて私らの時はなかったもん。私らの時はほとんど縁、もう恋愛は縁だから、いろいろ自由な行動をしながらその縁が来るまで待てなんてよく昔の人に言われてた。今の人なんかもね、焦ってもダメだから、焦ってもダメなんだけど、行動だけは移しといて、縁っていうものを掴むっていうの。今も昔も同じ。縁っていうのは、優しい言葉だけど、男性は女性をゲットする。男は女性をゲットするっていう、その、これは永遠のテーマだな。先ほどビジネスのことでも言ったんだけど、教えてくれないの。学校では教えてくれない二つ。お金儲けと恋愛はね、学校の先生、違うな、先生いないの。ね、これはいないんだから、まあ、自分流に自己流に胸を張って、女性も男性も突っ走ろうかない。それも後でもっと長くね、恋愛についても話したいと思うんで、今日はこんなもんでいい。
ごめんね。以上です。